まだちゃんと来てるよ。え、待って。 Hello, what's up guys? My name is Lian and welcome to my video! ということで、今回の動画は今、クリエイティブで、フォートナイトをガチで壊せるマップがあるらしいので、ちょっとそのマップを使ってドッキリをキャプテンに仕掛けていきたいと思います。なので、これからちょっとキャプテンを偽企画で呼んで、そのままそのフォートナイトが壊れるマップに誘導して、キャプテンにそのドッキリを仕掛けるっていう作戦でやっていきたいと思います。あと、僕の動画を見てくださってる皆さんのなんと 80% がまだチャンネル登録をしてないらしいので、もしまだチャンネル登録してない方はよかったらお願いします。ということでね、今からちょっとキャプテンに電話して呼んでいきたいと思います。レッツゴー!もしもし?どうした?今何してる?特に何も、何?ちょ、フォートナイトやんない?いいよ。いい?マジ?いいよ。オッケー、オッケー。いいよ。じゃあ、ディスコで行くよ。はーい。はーい。よー。いいよ。対魔しよう。負けるよ。キャプテンが?面白いな、君。キャプテンが負ける。いや、面白いね。どこにいんの?インバイミ。オッケー、ちょっと待って。招待したよ。普通に怠慢しようぜ。上手くなりたいんだよね。いいこと。最近練習してる。キャプテンも練習してるでしょ、最近めっちゃ。めっちゃしてる。俺最近めっちゃ前よ。オッケー、やるか。レッツゴー。当たった今。待って、一旦弾。一応、俺体力バー出てないんだけど、何これ。俺も体力バー出てない。え?やっぱそうだよ。え、これバグっていうかあれか。バグか。俺も HD なんかミスってんのかと思った。ね。OK? 早くどんぐらい俺。わかんない。パリンとかいた?いたいたいた。パリンって言った。OK! かな。ここが行くか、後で。いいよ。キャプテン、建築練習してたやん。建築越しようか。強い技があるんよ、一個。強い技っていうかね、なんかハイグラ取りやすい。今教えんの?今度いっぱい一緒にフォートナイトやってきて。最近新しい技が欲しいって言ってたじゃん。おまあ飛ぶよね。横飛ぶよよな、キャプテン。じゃあ、強い建築教えるよ。ちょっと待って、別マップがあるんだよね。こう体力見えないからさ。やっと見える。なんでなんだろう。別のマップ行こうぜ。入った?うん。オッケー。上から。あ、上から?オッケーオッケーオッケー。降りてきて。これなんもないから、めちゃくちゃ軽いこのマップ。マジでなんもない。うん。降りてきて。あ、見た?こっち。ちょっとね、横跳び一回やんなくちゃいけないんだけど、普通にね、こう置いて、屋根をまず置きます。うん、で、そしたら、右に1個ずれるんだよね。まあ、これ別に右じゃなくてもいいんだけど、左でもいいんだけど。で、そしたら、上がってきたら、下向いて階段見えてるこれ。下向いて階段。そうそう。で、そこでまた屋根を置くの、その場で。そのすぐ屋根を置く。上。で、そっから横跳び。むずっ!いやでもね、これ普通に強い。あの、守りはね、守りはこれちょっと保証できないんだけど、結構ね、ハイグラ取りに行く。シンプルにハイグラ取りに行くときは、これめちゃくちゃ早いんだよ。もう一回行くよ。こう来て、こう。そうそうそう。でした。そうそう。で、そのまま横飛び。これ横飛びできてないんだよね、これ多分。この、もう一段上にいなくちゃいけない、ここ。本当だ。そう。横飛びとか、キャプテン、横飛びの練習とかしてる?してない。ひたすらね、こういう風に横飛びする練習いいよ。この屋根がむずいんだよね、結構、置くところが。一回さ、じゃあちょっと横飛びって結構視点とかも大事だから、一回ちょっともう一番上で横飛びしてよ。で、それ、録画してほしいんだよね。オッケー。だから一回横跳び上までやって、で、それで、それを録画したら、その視点をちょっと一緒に見ようよ。今、録画した。した?録画。うん。オッケー、じゃあ、とりあえず一回上まで録画してみ、あ、録画じゃない。一回上まで横跳びしてみてよ。連続で。他の建築なしで。やった、俺。横跳びできてる?あ、そう、そんな感じ。そう、うまい。オッケー。うまいよ、俺。そのまま上まで行ってみて。いいんじゃない?ん?はい?
え、どうしたキャプテン。え、落ちてないキャプテン。キャプテン落ちたかも。え、どうしたキャプテン。はい、何もできない。え、どういうこと、動かないって。俺普通に動いてるよ。動いたり動かなかったり。入れないこれ。動いてないキャプテン。動かない。何してんの。動いた。え、ちょっと、あ、やばい。赤バツ出てんだけど。何してんのこれ。何よこれ。言ってキャプテン。何これ。これ何してんの。ちょっとフォートナイト壊してみた。それそのために横飛びさせてたの。ずっとそうそうだよ。このボタンあるじゃん。このボタンあるじゃん。これ押したらこっちのなんか爆発みたいなやつがね、めっちゃ爆発してフォートナイトが落ちるってマップなんだよこれ。え、おかしいと思わなかった。このマップ来た時に。いや、軽いのかなと思って。ここら辺、あそこで止まって、うん、でなんか変身もクソもできないっつって、うん、で一瞬動けたから、うん、グライダーのリアのとこ行こうと思ったらグライダー体突き刺さってグググググってなった。マジでグロかった。めっちゃグロかった。こんなに重くなるの。そう、これいっぱいガスンドガーンってなって高負荷になってフォートナイト落とすみたいな。そう、海外で作った人がいるんだよ。一回ハブ戻ろう。一回ハブ戻るよ。これさ、思ったんだけど、何こういうのスイッチとかでやったら、じゃあスイッチぶっ飛ぶんじゃないの。確かにやばそう。 PC でも普通はね、なんかクラッシュするらしいんで、ほらこのマップの名前クラッシュって書いてあるじゃん、上に。ちょっとさっきね、めっちゃ急いで準備を増やしたから見えないように。本当だ、クラッシュって書いてある。そう、クラッシュって書いてあるんだよ。で、しっかりしてんなお前。ここにボタンがあって、でこれ多分一人だからキャプテン上から毎回飛んでたと思うんだけど、このボタンを押すとマジでフォートナイトがクラッシュするってマップなんだよこれ。押した？やばくないこれ。この爆発か、さっきの。そう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 。カクカクし始めた。で、一気にもう FPS がで、ね、10ぐらいになって。ああ。あと動けなくなる。ああ。動けない。エモートとかも多分できない。確かに、でもこれ、スイッチでやったらやばそうだな。だって。スイッチ持たないと思う。マジ？うん、絶対無理これ。PC だからギリ耐えてるって感じなんかな。スイッチ PC、処理できないでしょこれ。サブアカでスイッチログインしてみるわ。確かに。してみて。サブアカ起動したわ。OK。スイッチで。どうなるんだろう。ガチでクラッシュするかな。クラッシュすると思う。すると思う。するかな。でも見たことなくない、実際さ、フォートナイトが落ちるとこなんて。いや、ゲームを落とす、そういうグリッチやバグはないな。やってみるみたいなさ、やつは何回かあるけどさ、実際に落ちたこと見たことないんだよね。ない。ロビー？ロビー。来た。来たよ。あ、動いてる。OK。行くよ。来た。マップに入った。OK。かわいい。さて、どうなるか。来たよ。どうしよう、これ。え、やめて。死んじゃう。やめてよ。知らないで。死んじゃうよ。OK。じゃあ、特等席作ろう、ここに。特等席作る？動いてるわ。スイッチリアン。よし、やるか。なんか緊張するな。ガチで落ちるかな、これ。じゃあ。どうだろう。やってみますよ、これ。本当にスイッチは落ちるのか。押すよ。いいよ。どうだろう。死んだんだけど。なんで？死んだ。あ、終了した。再起動するしかないよ。再起してみる。Okay、ちょっとじゃあもう一回ちょっと、はい、スイッチこんな感じで今いるので、いくよ。じゃあ俺こうやって見とくよ。いくよ。さて、フォートナイト生きてる場合どうなるのか。レッツゴー、します。ゴー。生きてるよ。俺生きてるよ。動けない。俺まだ生きてるまだ生きてるよ。俺も動けない。まだ生きてます。まだちゃんと生きてるよ。え、待って。何？え、待って。何？エラーが発生したのでソフトが終了しました。だって、え、落ちたじゃん本当に。待って、見て。見てこれ、何この画面。ガチで落ちたよ。
ちょっと待って、やばくないこれ。本物のリアン消えちゃうのこれ。俺の画面だとまだいるけどね。俺もまだ見てるよ。オッケー押すよ、とりあえずこれ。本物のリアンがパーティーを離脱したやば、ここにいんのに。え、やばくないこれ。ガチで本当に落とせんだ、スイッチ。本当にスイッチ落ちちゃう、これやばいって。ああ消えた、消えちゃった、やばいな、消えた。すごい、俺初めて見たんだけど、フォートナイトが実際に落ちるとこ。ということで、今回はちょっとキャプテンに最初はね、このフォートナイトが落ちるマップでドッキリ仕掛けてみたんですけど、まあね、その後にスイッチでそのマップに行ったらガチでフォートナイトがスイッチで落ちました。なのでスイッチ勢の皆さん、そのマップ絶対に行かないでください。危ないね。危ない、マジで危ないから。うん、まあね、フォートナイトが落ちるだけでまたすぐにね起動はできるんですけど、まあとりあえず一時的に落とせる、そのアプリを一回って感じなので。絶対悪用禁止ですよってやつだね。そうですね。まあ気になる方は全然その危険っていうそういうわけではないんでね、やってみるのはいいんじゃない、普通に。なんていうの、まあ、いたずらぐらいにはいいけど意地悪はダメだね。そうね、そうね、そうね、意地悪とかは絶対に使わないでくださいっていう感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。このマップやばいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録、キャプテンのチャンネルも概要欄に貼っとくんでぜひ皆さんチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。